さあ続いてワールドカップ特別企画、今日の激坂、サッカーに関する最新のニュースを速報で掲載する総合サイト激坂、膨大な写真の中からワールドカップに関する一番ホットな画像をご紹介しましょう。今日の一枚はこちらです。おえつ漏らして勝たせてあげたかった、先ほど黒田さんの、ワールドカップコーナーでも長友選手のことを取り上げましたけれども、また別角度の写真でね、コロンビア戦から一夜明けた25日、ベースキャンプ地で日本代表の長友佑都選手が取材に応じましたと。長友選手はザッケローニ監督退任の意向を受けて、勝たせてあげたかったから、そこが本当に悔しくてと語り涙を流しました。まあ試合中ね、こう監督と選手との間にある不協和音が伝えられたりとかしましたが、実際現地で取材している記者に聞くと、監督と選手コミュニケーションをまあよく取っているシーンなどもあって、必ずしもそのコミュニケーションがうまくいってなかったという側面ばかりではないということ、そういった言葉をまあこの長友選手のこの思いっていうのが象徴していますよね。これから激坂、いよいよ今度はあのワールドカップの決勝リーグにこう入っていく中で、世界のさまざまな最高峰のアクションというのをですね、お伝えしてまいります。はい、以上ニュースクロスでした。CM の後はツイッターをご紹介します。